サレップを使った飲み物牛乳、卵、砂糖、サフラン、サレップ、ローズウォーターから作られるアイスクリームのサンドイッチサレップはオルキスマスクラやオルキスミリタリス等のオルキス族の会計から作られる粉である。これらの会計はグルコマンナンと呼ばれるデンプンに似たタ糖を豊富に含み、かつてのオスマン帝国の領域では飲み物やデザートなどに利用される。 ドンドルマはよく粘り、長く伸ばすことができるがこれはサレップによる増年効果によるものである。サレップはコーヒーや紅茶が普及する以前にイギリスやドイツに伝わり、これを用いた飲料は喫茶店のメニューの一つとなった。イギリスではサループという名称で17世紀から18世紀頃に人気となった。作り方は水に粘土が出るまでサレップの粉を加え、 オレンジの花やローズウォーターで風味をつける。18世紀にはドッグストーンと呼ばれるイギリスのンの根が代わりに用いられるようになった。サラブと呼ばれる飲料は現在ではしばしば水の代わりに熱い牛乳を用いて作る。サレッププディングやドンデルマもサレップの粉から作られる。トルコのカフラマンマラシュックはセールピーマウスとして知られるサラブの主な生産地である。 トルコでのサラブの人気のために天然のオルキスが少なくなりサレップの輸出が禁止されたためインスタントのサラブ粉末は人工工量から作られるサレップはギリシャでも消費され熱い飲料として寒い季節に路上で販売される中東の多くの地域特にレバントでは非常に人気があるシリア、ヨルダン、パレスチナ レバノンでも陶器に熱い飲料として飲む。リビア等の北アフリカでは冷たくして飲まれる。古代ローマでも乱の球根を引いて飲み物が作られており、サチュロスやプリアポス等多くの名前で呼ばれた。呼び名が示す通り、彼らはこの飲み物を強力な美薬と考えていた。サレップについてパラケルスは次のように書いている。サチュロスの根を見よ。これは、 男性の秘密の部分と同じように作られたのではないか誰もこれを否定できない。魔術がこれを発見し、男性が生殖能力と情熱を回復できることを明らかにした。ジョーン・エイケンの小説イズでは、長い寿命を与えるものとしてサループに言及されている。アフロディテス・チャイルドのアルバム666のライナーノーツには、この作品は、 サレップの影響下で録音されたと書かれている。獣の数字をタイトルに持つこのアルバムはおそらくサレップという言葉がキリスト教根本主義で薬物、悪魔、クロマ術と解釈されることも影響して一部のラジオ局からボイコットされた。リックライア団の小説ザレッドピラミッドでは古代エジプトの女神ヌトが主人公にシュラブを提供した。 ジュード・ワトソンの小説ビヨンド・ザ・グレーブでは主人公がホテルでサラブを出された。テリー・プラチェットの小説モンストロース・レジメントではサレップがサループーの名前で研究される。1985年の映画スプラック・ビタンディスではアンチヒーローがインフレーションを生き抜くための複数の仕事の一つとしてイスタンブールの路上で外来のサレップを売った。ありがとうございます。